まさかの今度は救世主ふみちゃん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで不思議な犬についていこう。はいはい、ついていきます。おー、びっくりした。まあ、確実にケイトたちのところへ連れて行かれるわけですよね、これは。てか、こんな夜中に家を出て大丈夫なんすか、ふみちゃん。どこ行くの？このバチバチは見えてないんかな。さすがに。こんな方向やった。河川敷。大森山まで行っちゃった。ここに何かあるのかな？なになになに？なんで大森山に来たの？ちょっとめっちゃ謎なんだけど。なんだなんだなんだ。って言いながらさっきからめっちゃいろんなものを拾いつつ。めっちゃ拾いつつ言ってる。なに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 ？なんで一旦そっち行ったの今。フェイク？猫の鳴き声が。ん？ガシャのとこまで来たけど。ガシャ？あれ？これ、ガシャガシャって回すあれかな？山の中にあるなんて変なの？ひょっとしてこれを回してほしいのかな？ん？ねえ、何？新しい妖怪出すの？なんだかちょっとドキドキする。味方？増やすの？ガシャを回す。入れた。お、妖怪ウォッチじゃない？え、やっぱり妖怪ウォッチの使い手になるってこと、これ。時計かな。なんだか不思議な感じがする。マジで？ふみちゃんもなの？そうなんや。お、じいたん、それ妖怪ウォッチ N だ。幻の大当たりだぜ。なにこいつってな。ほら。風船が喋ってる。風船。じいたん、風船違う。じいたん、妖怪。妖怪？妖怪ウォッチを持ったけん見えるようになったんか。あ、さっきこの時計のこと妖怪ウォッチって言ってたね。お前ウォッチに選ばれた。それお前のものだち。おお。ふみは妖怪ウォッチエルダの使い手として認められた。この時計、初めてつけた感じがしないかも。なんとなく懐かしいような。なぜ？前にもあるのつけたこと。この子と同じふよふよした白いお化けみたいなの、前にもどこかで見たことあるような。ウィスパーのことかな。白いふよふよした。じいたん、お前呼びに来た。お前ウォッチ使い。何言われてもね。誰か困っている人がいるの？お、それでも。妖怪探偵団大ピンチ。お前の力貸してだぜ。なんだろう、この時計があれば私にも何かできそうな気がする。そんなに。え、ふみちゃん一人行ったけんって大丈夫なの？案内してくれる？ジーターに任せろだぜ。みんな向こう。こっち、こっち、まさかの今度は救世主ふみちゃん。川の方行く。みんな助けるだぜ。私に何ができるかまだわからないけれど。よーし。じいたんが一緒なら大丈夫な気がする。秋のりの時と同じパターンですね。ああ、自転車が欲しい。ゴーゴーゴー。んなんか妖怪？ん？え、なんかここにおるんやけど。え、なんかめっちゃ集まっとる、集まっとるよ。え？くそ、暴走状態となるとさすがに手強いな。やれやれ。さすが未来のキュービー一族といったところか。強いのは嬉しいけど、今はありがたくないね。よーし！二人とも、今が踏ん張り時です。ドローンのサポートも頑張りますから。あ、これは。
稲穂の方ってこと？誰かが戦ってる？あ、もう完璧に見えるようになっとるけん。なんですと？今こっちに来ちゃダメですよ。とんでもなく危険な状況なので。じいたん、助け呼んできたかぜ。ふみ、手伝えるだぜ。え？おお。ひょっとして妖怪が見えてるんですか？うん。見えてるよ。しかもその手にあるのは妖怪ウォッチ。まさかあなたもウォッチ使い？さっきもらったばっかりだけど。それは妖怪ウォッチエルだ。ウォッチ使いに助けは心強い。やれやれ。この子も本当はウォッチ使いなんだけどね。でもウォッチをなくしたらしくって。あっはっは。お手数おかけします。あ、君のウォッチがあればもっと有利に戦える。力を貸して。よし、わかった、やってみる。ウォッチを使った戦い方なら先輩の私がバッチリレクチャーしますから。できるんか。さあ行くよ。じいたんも頑張る。一緒に戦うだぜ。使うのはじいたん。じいたんなの？オロチとキュービンもかまん。すごい強力な仲間やん。バトルスタート。あっぽいね。この3人でってことか。3人というか。始まっちゃった。みんなと一緒に戦うんだよね。ウォッチの力でみんなをサポートするんです。みんな変幻。もうヒールって言われてるんだよ。頑張ってみるね。一応シャドウサイドへの変化。変化。あふみちゃんはハリセンなの。すごーい。なんでやねん。本当にハリセン突っ込むんや。なるほどね。え、てかめっちゃ強いやん。ただし手持ちはジータンのみ。いやー、一時はどうなるかと思いました。この事態を収めることができたのはお前のおかげだ。感謝する。ありがとう。みんなが頑張ったおかげだよ。ジワッチ、改めましてジワッチ、ミソライナホと申します。お気軽にいなくてお呼びください。私はフミ。あなたがジータンの言ってた妖怪探偵団の人？いやー、私は妖怪探偵団じゃなくてですね、不思議探偵社という別の秘密組織で今は一緒に。説明あとあとだぜ。まだまだ暴れてるやついるだぜ。うん、確かに本番はこっからですよ。まだまだ暴走した妖怪がうようよと。待って、さっき倒した妖怪たちあのままでいいのかな？病院とか妖怪にそういうのってあるの？優しい。放っておいてもいいんじゃないの？妖怪だから死ぬわけないし。いや、フミにはウォッチがあるだろう。妖怪を回復することもたやすいはずだが。そうなんだ、妖怪ウォッチってすごいね。もう回復するの？邪気を取り払ってってことかな。おお、戻った。傷治った。お前ウォッチ使うのうまい。私は何を。この私が取り憑かれてしまうとは。これで平気。フミ、すごいすごいだぜ。よかった。未来の同族を放っておくのも気分が悪いからな。放っておこうとしたじゃないか。すまないな、迷惑をかけた。未来？どういうこと？私たちはここよりも未来の世界の妖怪なのだ。とあるトラブル解決のために来たのだが。まさか僕らと喧嘩する羽目になっちゃうなんてね。これは私たちも想定外のことだ。あれ？ねえ、妖怪たちの間で何があったの？うーん、実は私もちょこっとしか知らないんですよね。よーし、ここは情報を整理しましょうか。未来から来た妖怪がこの町の妖怪と問題を起こして仲直りしようとしたけれど吹き矢で暴走して、なんだか大変なことになってるんだね。ふむふむ。吹き矢で暴走ってのは私も初耳ですね。ウサピオン大丈夫かな？ああ、今は他のウォッチ使いが暴走している妖怪たちを相手にしているはずだ。あ、それが妖怪探偵団って人らしだよね。これでキエタが関わってると初めて知るんやね。そういうことです。ここも落ち着いたことですし、助けに行きましょう。暴走している妖怪はつわもん揃いだ。ウォッチ使いであるお前に助けがあると心強い。うん、もちろんだよ。私にも手伝わせて。オロチとキュービーがしばらく力を貸してくれることになった。おお、いいねいいね。ねえ、君たちはここに残っていた方がいいかもね。傷が治ったとはいえ、また戦うのは大変でしょ。うん、
気遣い感謝する。ああ。他の妖怪が騒ぎに巻き込まれないよう、私たちでまとめておこう。それじゃあ、ふみちゃん、そのウォッチで僕らをサポートしてね。はい。みんなは妖怪集会をやってた河川敷にいるはず。案内なら私にお任せを。出発だぜ。案内はナビワンがいるからな。オロチキュービ心強いだぜ。頼られるのは悪い気はしないね。早く行くぞ。クール。あれどこ行った？何ぐるぐるしてんの？早く進めよ。あ、もう河川敷やね。到着。ダメ、強すぎる。きついな。大将二人にカイラ様のお付きまで。フクロウのやつ、前はここまでじゃなかったのに。おーい、皆さん。来た来た来た。イナホさん？今こっちに来たら危ないって。いやいや、スペシャルゲストを連れてきました。なんと新たなウォッチ使いですよ。新たなウォッチ使い。ふみちゃん？妖怪探偵団って、ケイタ君たちだったの？知り合いなんですか？でも、だったら話が早いですね。あの、昔のお母さんだよね。お母さんもお家使いだったんだ。お、家族で全然知らんのやね。ってわけで、ヒーローは遅れてやってくる。ミサー&ミソライの、ただいま参戦。私、ジータンにお願いされて、みんなを助けに来たの。ウォッチを使い始めたばっかりで、まだあんまりわかんないけど。頑張るね。みんなで一緒に戦おう。もうなんか、ふみちゃんの、順応能力が高すぎて。なぜそんなに早く適応できるんですか？絶対強いやん。特に両脇。バトルスタート。とりあえず、陽気水筒。あ、怖い。やめてよー。はぁ、あ、なんでやねん。あ、やめて。あぁ、ふみちゃーん。ふみちゃんが火炎の術。あぁ、これをバーストショット。つらいよー。火炎の術。結構デカめにできた。バーストショット。はーってやー。すごいだぜ。ちょっと待って。バーストショット。ていていてい。火炎の術。てい。おー、あーっと、怖い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 。ちょっと待って。怖い怖い怖い。あ、ああ、ジータン、ジータンが、ジータンが。ちょ待って。体力体力。ちょひっくり返りそうなところ。体力体力体力。あ、この辺あれやん。HP じゃない、 HP をそこそこ回復。味玉醤油ラーメン。はい。これは気絶してる子たちには使えんよね、やっぱり。ついてくんなし。うぜ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 。ついてくんなし。あ、ちょ待って、グレートか。あー、やばい。ちょ待ってやばい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 。ほんのりとかじゃなくてさ、少し、かなり。グリーンカレー、ちょ待って、チキンカレー。違う違う、キュービー。やっぱり気絶してるやつは無理。はい、ちょ待って、フレンチ獄。はい、いけ。これ何？関係ないんだな。あー、アイテム届いたみたいですね。ご活用ください。ありがとう。ちょっと待って、取れない取れない取れねえ。
はい、取った。無敵になった。しばらくダメージ無効。すげえやん。さすらい玉出現。ターゲットピンで狙おう。どこ、ターゲット、さすらい玉どれ。あれや、ちょっと狙え狙え狙え、ちょっとさすらい玉、さすらい玉、さすらい玉、いつまで無敵なのね。ちょっ狙わせて。あ、いけたいけた。あー、もうあれやんね、無敵終わっとるやん。いつの間に火炎の術。ふー、ちょ待って、ちょ待って、やめて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 、くんなし。火炎の術どうよ。いやー痛いです。やったー。ふー、なんかあいつ復活した。誰今の、オロチかオロチか、誰か一瞬わからんかった。終わった途端に起き上がるのね。使い物にならない奴ら、これでは姫が探せない。姫を、あなたは、あの時のお兄さん？妖怪だったんだ。でも、どうしてこんなことをするの？どうしてですって。あなたは知っているでしょう。私が主の役に立ちたいだけということ。だから姫を見つけなければ、姫を、姫を、我が主の求めるものを見つけなければ。誰も使い物にならないなら、私が捕まえに行くしかない。ああ、何こんなやつなん、超化け物やん。お兄さん。なんだ？嘘だろ？フクロウがあんな化け物になるなんて、全然フクロウじゃないし。不気味すぎるんですけど。あんなの放っておいたら絶対にやばいよ。受け止めなくちゃ。うん、行こう。あのお兄さん、絶対に助けなきゃ。よーし。お、キータに操作バトンタッチ。ウィス。皆さん、フクロウの容器は小学校の方から感じますよ。あのお兄さん、フクロウって言うんだね。フクロウさんのこと絶対に助けなきゃ。ふみちゃんは優しいな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローによろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、ふみちゃんだけすごい周りと言い寄ることというか、感覚というか、違うよね。なんか、みんな救われてほしいみたいな感じやん。すごいな。